プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第3戦 d n a 2 1巨人18日東京ドーム画像岡本和真選手のホームランで巨人が先制巨人は CS ファイナルステージ2連敗で迎えた第3戦岡本和真選手のホームランで CS 初の先制点を奪うも追加点が遠く逆転負け CS3 連敗で d n a に日本シリーズ進出王手を許しました 2戦合計1得点と苦しむ巨人打線は打順を大きく変更1番に長野久義選手2番におこえるい選手3番に丸吉弘選手5番に大城匠選手を起用し打線の奮起を促します初回こそ無得点で終わりますが0対0で迎えた2回4番岡本選手がレフトスタンド上段へ豪快なソロホームランを放ち先制に成功します 巨人は3戦目にして初めて先制点を奪いますが4回、オースティン選手に同点ソロホームランを浴び、試合を振り出しに戻されます。さらに5回にはツーアウトランナー三塁でこの回からマウンドに上がった2番手、赤星雄二投手のワイルドピッチで勝ち越しを許し、第1戦、第2戦。